Nous leur avons, nous avons la caillouette. Je vois, ça coûte un gala. あ、しょ、よ、わらかしな。え、旅を一切やめて、ここにおるっていうことに、それで新聞や雑誌で、と、それを報道するので、ここにおってもなかなか忙しい。この間、毛利さんがおいでくださって、まあ今日お約束した。おとといまで一週間、 ここで、越後の甘さが来て、おけさの講習を一週間、昨日一日は体を休めて、今日ということに予定した。大体私の今日話そうと思うことは、もちろん、私の仕事でありますが、 だいぶも、日日これこうです。日日これこうです。これは、運満という保証が、15日以前は問わず、15日以後は問わず、10から答えて言うから、日日これこうです。 これはまあ、長い、考案であり、日々これ口実だから、信仰のあるもの、宗教のあるものは、口実でない日があってはならんわけ。それに、ややもすると、仏教は、験が悪いぐらいに、思ったり。盆山と出会うとね、周りうまいやつがおるんですよ。それは盆山、いや、それはね、葬式が専門業になったからです。だから、葬式するやつ、おんぼ、葬儀や、土坊ずっていうのは、これはもう、 言の悪いもんだ。ところがそうでない。いや、この寺は段階一件もないですよ。葬式は一つもない。いや、法事もない。座禅だけある。だから、私らはその言の悪い人間やねん。言のいい人間。<笑> そこで私は今日日日これ口実。人間に悪い日があってはならない。いや、今も私の経歴の一部を話せっていうことですが、私は伊勢の通で生まれた。しかも、裏ならでね、まあ伊勢の人はぐだるか、そういうの人はぐだるか知らんが、 新地弁天借家狩りっていうね。借家が700軒も、持っておるうちがあって、その中の一つの。そうして、母親が、いつった時に死んだ。手で親はまあ、誠に押してるしで、 うちが大掃除やったのに、隣の小家さんのうちの大掃除って言った人形はな、まあ、大人よし。これがまあ、私が8つの時に死んだわけ。そこで私は8つってはね、私が6月生まれですから、6月生まれの私が2月、手で親死んだんじゃから、 今で言う、6年何ヶ月の時にもう、両親なしだった。そこで、親族会議で、このやんちゃ坊、私は毎日兄貴を亡くしちゃった。また、近所の子供も亡くしちゃった。いとこも、
私に流されやつや傷つけられやつはないぐらい私は、6年何歳で非常にその、万有を振るって、やんちょぼ、水族館におかしいんだ。あいつどうしよう。その近所に聖来寺という、遍台宗の中本山の寺がある。そこに寺中が8か所あるから、聖来寺さん、もろとおらない。その意味の寺でこう生まれへんからね。もろともらうけど。大田一人の親戚のやつが、なぜ、マジで言えないか。いや、それは、坊主にするのはいいけどな。あんなやつ坊主でおらへんねん。そんなことも新聞のやつはみんな承知の好きや。坊主で AW 作っておるような、そういう AW と違うんやさ。AW がごく悪かった。それならええけれども、大きくなったら体いっぱい入れ墨して、俺がみなしごになった時に世話もしちゃがらんだって、エヴァ包丁を振り回して、肩ひぶちに来たら声でやめてくっちゅうの。それもそうじゃ。いろいろ親類中が、新端を寒からしめる。それからはどこでももろつもろのしようね。6年長引いて、方法にもだけどね、兄貴に、2人、上が2人、おなご、下が2人、男。それでまあ、一番兄は、伊賀の上の嫁でしたから、それで、伊賀の上野に席がある。その子供ら。それから、その次は、普通のうちにもらわれたけれども、そこはどうも、具合が悪いので、親類中が世話して、東京におばがおるんです。そこへ逃げない。それはまあ、二人はそれで、一番の姉は、伊賀の上野で、魚屋の、男と結婚した。東京行ったのは、伊藤公の朝鮮総督時代の国府長をしとった、それの女房になっとって、しまいには、本郷、東方まで、カフェをやった。まあ、兄貴は、駄菓子屋へ入って、駄菓子を作るようになろうで。そして、駄菓子屋をやった。で、私は、6年長いんだから、一心でもらわれた。これがまあ、原因なんですな。神殿には高田本山というのがある。そればっかりね。隣には異常な、まあ、聖人みたいな家があった。それから、私の行ったうちのお袋が、勘五郎っていう、親分の姉子の妹だよ。それがいいじゃん。行った途端に爆地の張り番させられる。いや、これがね、世の中にも反対療法ってことあるが、胃腸の弱い者が岡山各地でだんだん胃腸が弱くなる。私の漏れつき以上に、どれね、その間には爆死が割れたこともありゃ。それから、私は、うちの騒ぎの制御は、提灯やよな。まあ、提灯、やらないしかねえと。
小学校4年行ったら多分、その自分義務教育、小学校4年だから。それから提灯張り替え。提灯張り替えに向こうの塔に行っとったり。関とね、亀山の間で。そこでその、提灯張り替えに行っとったら、その鈴木勘五郎っていう親分と、向こうの小市っていう親分と、縄張り喧嘩で七十人ばかり切り合いしたのみたい。養父は早押しのドラゴンしたがね。私は早押しのギャンだ。それから、遠回りして、島根町の方を回ってね、その前通りもんだから。そして、うちに戻って。何しろ七十人ばかりの奴が、一時風入れんだろうもんな。誰ぞ、一人が自首して、で、俺が殺したって言うて、で、それで、なり悩んだ自分に、ひょろっと戻ってきて、そういう連絡を、その、私は子供やから誰も当てれへんけど、私の養父がいかんなら、さあ大変、早押し抜かなかしたんやから、いいわけん。こんにゃくの化け物で溢れてるもんな。それがまあ、呼び越え13じゃが、満12歳やね。わしが。よし。俺が言ってやる。そんなことはみんなね、年々年中、化けの張れば心ってらしたぐらいだよ。12まで、化けの張れば、だから8じゃねえ。満で言うから。それからその晩に、山を越えて、もう島焼きしゃが住んでしもうて、汽車に乗るんじゃねえ、亀山近所まで、その連絡に行かんな。親父が行かんならけで、用意があるので、私がそれで、その晩、一晩中駆けずり歩いてね、その用事片付けた。それからまあ、わしを養蜂使いになったね。それから時々、まあ、もらわれるやからな、ちっそうなってるけど、時々脅してやらんのな、何件もあって。わしは、思い切ったらどんなことでもやれるぜ。震え上がった。まあ、そんなにぶりで、しばらく提灯張りがやっとったら、これがまあ、いつまでやっとっても果てしない。私が働くと、そんだけ、爆竹打ったり、八八やったりして遊んでるもんだ。こいつ一つ考えもんじゃねえ。この体を一つ盗み出す方法。もう、そんな風だから、親なしで、7年も8年も暮らしてるんだから、随分大胆になったしね。それから、大阪にも一遍逃げてったけれども、近所の女子の人頼んで迎えに来たから、こいつを引っ越すと、その時からまあ戻ったりとかで一遍戻った。まあ、これは、古速なことでは、これは大津のなれ。金も儲かる。そこで、思い切ってこれ一生の生活転換をして、大津になると。これはまたおかしな目やね。親友のやつが大津にせんだから自分でなった。自分でなった代わりに、大津もバカらしいと思ったこともあるけどね。ええ加減でやめるわけねえか。堪能するまで自分の好き勝手な坊主になる。だから大法律家が、やからしこうであるとか、寺持ったことないとか、家もないとか、
いろいろ書き寄ったが、まあまあ、やらない行動で、これで来たわけです。で、まあ、嫌なことは何もせんと、これで、来たわけですが、その間には、これ、70年経ってるんだからね。それから日露戦争前に、名古屋の森山の歩兵第33連隊に兵隊入って、ボズンならと共に人殺しの警部だろ。こいつもグズグズしとってはばからしいから、思い切ってやったら人よか上手だったもんな。それから、明治36年の12月、除隊したの。2月、もう自民戦を受けどこどこやったやねえか。さあ、まあ、いっぺんに、胃の一番で召集が来たり。まあ、仕方がない。私なんかもう、坊主で、九州の天草まで逃げて、やっと坊主になった。途中は、では、迎えに来るもんな。迎えに来られては困るから。昔あんた天草まで行ったって言うたら、今何を言ってやりもっと取るぞ。とうとう、向こう行ってから書き寄ったら坊主に、許して、席も漱石に置くようにして、名前も行動という名前にして、変わった。それから、王将して、こいつもぐずぐずやっとっても、損だから、思い切って、万有を振るったね、金州南山の時に、第三師団と第四師団と第五師団が、第二軍で、南山に、金州南山に向かっとった。そして、ああなってね、命がけになるとね、どんな偉いやっても怖いことは怖いね。大体人が一番怖がっとったね。鼻の中入って振るとるもんな。それから、中隊長も鼻の中危ない、危ない。危ないって当たり前だ。それから一個大体死を拾うとる。満州をご存知の方は、金州南山っていうのは、こう、こっちが大陸湾、こっちが金州湾。そこで、ここに山があって、そこに、銃眼を上げて、機関銃を備えて、距離観測して、狙っとったんだよな。もう、わずか100メートルで、その、鉄道線路を作るんじゃない。100メートルぐらい人走るじゃん。それに指揮官がないんじゃねえか。それから私は、ちょっとも降りしても伏せもせずに立ってて、そして、この三平線の前へ出て、こちら向いて、いやーってやった。さあ、それで、それでもう解決したんですよ。女の子を手伝うのが疲れたら、向こうの奥様は当たらせる。火が火を受けたら、こっちからうわーってなる。なお、向こうは、皆殺しに会う。その時だ。軍司令が奥大将。復官が、三方の師匠多いですが、どう対極戦でですか。まあ、お待ちいただいて。また僕が言った外国武官がいつ対極ですかって言われる。まあ、ちょっとお待ちくださいて。そこへ、復官が、
敵は退却を始めました。そんなら追撃を命じなさい。それでまあ、その晩に、追撃にかかったわけです。それでまあ、金州なんぞは、はじめは死傷三千という大事で、妨害が出てきながら、それから、死傷、四千という、結局、死傷六千。六千の死傷やった。それは当たり前なんですよ。あんな広っぱのね、まだ氷山が、生えてられてる。そんなところへ、日本は真っ黒けたわけです。そうして、野木さんの延期は分かるよ。帽子はなるべく大きく見える。なるべく昔の戦はね、味方が大きく見える。太閤秀吉でもこんなもんしてるよ。なるだけ大きく見える。何、今の戦はなるだけ小さく見えるよ、みたいな。そんな風で真っ黒くな服って、そうして、敵は機関銃をちゃんと距離観測する。日本でも一個大体に機関銃が2丁あった。けれど、演習がしてないから操縦法は知らん。で知らん者がこう、機関銃隊は大氷へつけやきて、米屋門と一緒に機関銃隊をお城へ下がってる。そんな風で味方は機関銃一遍も使わなかった。そうして敵陣を占領してみると、機関銃銃眼の中から、ガタ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 それから特に、海上、大説教、今で言うと分かってるのは安山。安山を戻って、そうして、スランプ。スランプっていや、立花大隊長が戦死したところ。関谷連隊長はもう元で。そこで私は、明治37年8月31日、立花大隊長より、少し後に、こっからここへ泊まるけど、それで、まあ、倒れたわけ。死なんだ。死ぬ予定で、すり込んだじゃね。お札が違うね。白いのと赤いのとね。でもこれ、城に決まってる札が付けてある。で、まあ今、日の暮れ、朝になるとね、日の暮れだとする。うん。朝になると、あ、これは焼き肉や。私だけ残っちまった。それからまあ、とうとう、内地に戻る。それから、私は文書だったので、将校はね、その自分には、中学出てない、3ヶ月で将校できるもんね。1年違って。貸し館は4年かかるもんね。満3年以上だから、それだから、貸し館に振ってしてるから、もう一遍行ってくれって。それから、日の一番に行ったし。それは、まだ、宝泉の海戦の、にならない前、宝泉の海戦が済んだらすぐに、敵の追撃にかかるように、間に合うように行った。それから、まあ、鉄令改元。後に、新京だけど、京都。長春。そして、退陣した。それまでは、まあ、非常に、まあ、戦のことは、もう、このぐらいしてて。
それから日本海海戦が、さあ、バルチック艦隊が、こう、回ってくる。そのバルチック艦隊がどこ行ってる、こう行ってるという毎日解放がある。それから、ま、日本海海戦を待って、その時にはもう戦はなし、退陣して、体壊さんように、丈夫な体を持って何時でも戦ができる用意さえしときゃそれが死ぬんだから。こうして、日本海海戦がいよいよ勝った。そこでもう、非常な給与はいいしね。米はよう渡るし、鶏で生きとるやつやと、米食わして購読しね。一日おきに酒は二合ず渡るしね。菓子も渡るし、タバコも渡るし、タバコと菓子とじゃんけんで、交換したりしてるしね。そんなことで、それから先は今度は、日本海海戦を済んでから、前のルーズベルトが中へ入って、この戦をやめさそうとする。これはまあ、ロシアもね、この自分には、ニコライ2世がね、革命が起こり上げる。レニンやトロッキーがおしろくから噛みつくとするんだから、こいつは早う前向いて日本と戦してるケツから噛みつかれたら困るので、これまあ、それで、まあ、勝ったことになって片付いたよね。それから先は今まで、足で7年も21で入って27で外戦してやり。それから一生懸命に今度は僕のことやらない。ああ、それから先は忙しかった。夜も寝られん。そうして、伊勢の高田本山の専門学校で、一年次学、予備勉強しなければ、七年も人より遅れてない。友達はみんな大学出てるのに、こっちは14年のままじゃないか。それからまあ、今度は、ぐずぐずやっとってはどうもその、僕のことはわからん。そこで、法隆寺行って、再創場について、七八年勉強した。それはまあ、専門の勉強。それから、アキビラカルティ、モンシビル3年座です。それから、この寺の解散者が、日頃の大寺という寺に住職。ここに温水が20人ばかり、伊豆の自然寺から温水が20人ばかり。それの教育に、今度は、頼まれて、それがまあ、その私の、良もあるし、悪もあるんじゃが、とにかく、日頃の国に行って、そんなこと。それから、なかなかその運水に、座禅させたと思ってもね、運水がみんな座禅嫌いでね、往生したんだもん。ところが、熊本には大門高等学校、大門高等学校の生徒や先生が座禅しんって、これがまあ温泉の刺激になってね。熊本でも大門高等学校のこと、五校のお天狗さんじゅう。ほら、みんなこう、ジャンプのタフ、セーブ、ゲーン、アイテム、暴れまくってる。それが座禅しに来て、おとなしい座禅してる。
分水はね、寺の子供は中学に行ったり、大学に行ったりするけども、分水は、まあ、教育しへんね、お正月。小学校出たなりで、むぐめしくはして、座禅の道場へ掘り込みやる。で、悲願でおるやつが、今度は、大学高等学校の先生やら、生徒やら、それが座禅しに来てる。わしからその時分に私も30代からね、朝は2時から起きて、起こすし、ほとんど昼夜、不眠不休で座禅して、それでその、運水が、ありゃ、座禅って、ああいう人さえがやらせてるんだから、こりゃ、まあ、我々も怠けとってはならんて。大阪からカソリックの娘さんが、70日座禅しに来たよ。それはまあ、かなり別品やったがね。カトリックの娘さんが70日、1日もほとんど横にならんぐらい一生懸命座禅して。その間、運水怒られてもよかったね。運水がよく勤めた。その人は、今は生きていません。それは、大阪の本殿やったけどね。西区の本殿やったけれども、スペイン風邪ってやつが昭和7年に。あの、スペイン風邪で死んだ。で、まあ、そんな風で、それから熊本に、56まで大学高等学校やら、熊本市民の引き止めによって、まあ今で言うと55か、万ですね。そうして、満55の3月、4月の12日から駒沢大学に、これはその、お部屋、若狭の妙高寺に、勤めておったところが、そこまで学長が迎えに来て、私をまあ、口説き落とそうとくれ。私もね、もう、定年自覚になる年になって、学校の先生とかじゃないし、先生のことはまあ、素人やでね、断ったんだけど、どうしても、それにはまあ、訳があってね、駒沢大学は座禅の学校でしょ。座禅の学校であって、先生に座禅することを知っとるものが、知っとるもんが、三禅部長っていうのがあったが、それが知り他校することも知らんので、生徒からやじられたことがある。そんなことから私を、看板娘に入れにならんことなんだ。そうしてまあ、とうとう、去年の1学期まで、勤めたんですが、そんな風な、まあ、その、理屈の男だ。で、それからまあ、今から、日々これ、口実という話に、これから移ります。我々には、縁起の悪い日があってはならんのです。そんな決してない。日々これ、こうです。人間はなんで悪いって言うか、ガーというものがあるから悪い。ガー。これに四つのガーがある。ガーチ。ガーチっていうのは、わからんものが生まれてきたんだよ。これを無明というんだね。
お料理は注文してもらったんじゃねえんじゃ。それは業によって引き出されたんだけど、世の大抵言えばこのガーズやった。ガーチーってわからんものが生まれた。わからんものが生まれてわからんということを知ってるやけど、わかったつもりでおるもんな。ばさんが孫に言うてっかしてる。孫の方がばさんより素直なんだもんな。ばさんはもうシャバに慣れすぎてシャバのままであることが、習慣通りのことを本当と思ってる。な、みんな嘘じゃもんな。わからんものが生まれた。そうしてガーケンってやつ。ケンということは見込みということじゃが、見込みということは、今の言葉で言うから思想という意味だ。思想であれば対立がある。あんたの剣と私の剣と違う。それが思想の、で、右と左と違う。その思想が違う。この思想が違うっていうことが、だから思想は私の独断地。それは何であるかって言うたら、独断があるから性比べがある。今日アメリカとソ連でも性比べするもんな。いろいろな方面によって性比べだ。で、この性比べが、どこにでもある。これ、マンってやつだ。それは性比べ。ただ自分が威張るっていうところではない、ヒゲマンってやつもある。俺はとてもあれには勝てんっていう性格もある。うぬぼり越えとる性格もある。あれとおると同じぐらいやろうと思う性格もある。そうしてガーアイという、我が身だけが可愛いと。それが、この人間というもんなんです。人間というものは、下等動物にはそういうのもないけど、人間というものはこの死がというものがあって、それがどれだけ良いことをしても濁っておる。そうして、俺はつまらんという、ひがめやちゃら、いばりやちゃら。ロダンの言葉に、人間は自己の幸福の担当者となり得るという言葉がある。自分の幸福は自分で開拓することができる。決して不幸になってはならない。だから私は今から考えて、生まれの悪かったのも一生不幸というものを周り合わせてこない、俺は。ありがたいです。博打の張り場させられたのも、これは、実際、それ以上にも堕落する気遣いのない、要、先日にも排水の陣ということがあるが、それ以上堕落できない。そうして、どういう因縁か、これ仏教に、何も、両親も、両父母も、そう仏教信者じゃない。親に内緒で、これ、仏教を研究した。
で、しかも金が有り余るんじゃないから、苦学したん。もっとも、養父を、養い終わって、養父が、私が死んだら返すと借金してた。死なんと生きてきたまで生きとるうちに返さない。やら、恩給年金増加恩給あったけれども、それはもう、大方それに逃げんだよ。これだから非常に苦労したです。今回、両親が、養父母が亡くなってから、もう、何にということがないもんね。恩給年金増加恩給一人抜け。何のことない。この今度の戦争の末期ぐらいにはだんだんああいう組合で運動するもんだからちょっと800何十円、1000円事故あったんだ。1000円事故あって月給はもらうし、本座に勤めとるし、口は喋るし、ここでどうしてもどうぞ貧乏せずにしもたね。で、まあ随分難儀したことにはやっておるけど、そこで人生観というものがいる。私の友達にでも、坊主に研究してもらった。何禁止勲章、禁止勲章。禁止勲章をもろとって言い張って、酒飲み歩いて、とうとう借金が、禁止勲章によく借金してる。それがために貧乏してるには、早よ死んどる。で、だから人間は、どうして生きるかということが、つまり、人生観ですね。人生観というのは、もうここには大人ばっかりだから、そう人生観もないけど、我々はまあ子供の時からね、どうしてこの一生を暮らすかというのは。私は、雨の降る日には提灯張りに出られんからね、吉野家そばに行ったもんね。吉野家職場に行って、それだから、私は軌道線張ろうってね、劇見たことない。あるいは、伊勢とはね、反省の厳しい東道とかね、紀州藩とかね、不安藩っていうのもね、劇場がないんじゃ。一心弁間です、桑名から、カゴに乗って芝居見に来ようって。宇治山だからでも、一心で家見えんかい。いや、今は一心で哀れなもんでね。農村でも、映画館があるのにね。一心でには映画館一つないんじゃ。そうしても、この交通機関っていうのが、近鉄や山武線、バス、そこで維新でやったかみんな素通りやれ。不景気なところになったでしょ。ところが我々が若い時に、まあ子供の時には非常に異性ってから、また繁盛したんだ。いやーとこせいでね、伊勢門道で、満州から800人組とかね、静岡から1000人組とかっていうのが、道歩いて幅で入ってくるんでしょ。それだから、道々は繁盛したもん。で、その自分に私は、提灯張り返してやるのも、何やぶしの節でね、俺の一生をどうしたものか、って大きな声で自分の反問を、何やぶしで打とうとるんじゃ。そんなことやってね、とうとう俺、
この一生というのが、大体これ、目星が出る。私は金もいらん。大体まあ、体格が良くて、そういうのバカでもなしね。そう乗るまでもなし。それでまあ、その、非常に、一生よう働いた。そこで、人間一生というのをこう、何にこの人生を使うかという。昔、熊本の八つするところに春光寺という寺がある。その春光寺の和尚が、ある時に、何回行ったところが、そこのおかみさんが泣いとる。どうしたって俺は、いや、今自分は、うちの主人は打ち首になっとるでしょうし、フラズフーズしとって言った。無術のとまでね、首くらえることは。やつしろっていうのは、今は死になってるけれども、熊本に私らがおる自分には熊本だけしか死がなかった。わずかね、熊本は35万石だけど、やつしろはね、何万石っていう。2、3万の大名だったから、影が薄い。そうして、形状へ行った。待て、俺がインドを渡すまでは首を食いくことならんのは来て、ビャーッと踊り込んでいった。それは、カミスリ、衣、わらじ、弁当、何もかも用意してってね。それからまあ、たまつってよくたまつやいな、よくたまつ。とうとう、たまつとしもって、衣を着せて、キャハハハらして、尻まくらして。そうして、いっぺんにその、つるつるで逃げた。その自分には、2万石や3万石なら、あれあれって言うとる間に、よその領分に入るわね。まあ、その領分近いんじゃ。そこでもう亡命やろ、今の言葉で言うたら。それでも、ね、ここまでおいでじゃ、捕まえることできる。けどね、盆さんの規則として、盆の15日過ぎには旅ができんじゃ。盆さんは。そこで、山形の温泉場に知るべがある。そこへ連れてって、その盆の15時まで待っとるんだ。それをね、円山っていう偉い和尚が、お前はその、高麗門の禅城寺とかにおった若い。それが、相愛根を越えて進むによしあり。相愛って二足のわらじあり。真面目な人はアルバイトやることを二足のわらじって言うけれど、昔はあれ、教官がね、ぶった切って、築堤するのを二足のわらじって言った。私のそんなこと詳しいんじゃないか。だからまさか違えば二足のわらじってことだ。いや、相愛根を越えて進むによしあり。人間一人助けるために、自分では進むによしあり。一千元も離れて帰るに日なし、千ってのはやーって言ってね、一千パッと出たらもはや後戻りはねえ。今、この春光和尚も後戻りはできんねん。もう、二度と再び、八つるへ戻ることができる。相愛根を越えて進むにはしあり、人の命を助けるために後戻りはない。それがために一千元も離れて、矢が鶴を離れたら後戻りはない。こういう、まあ、その、シートね、それから砂糖、菓子一袋と、それから、
お茶一袋と送って、そのお賞を慰問したということがある。ところがこの人生観というものがね、誰でもわかるもんじゃないじゃん。ここへもう今61になったやなが、それが、豪州から取りながら、私が京都の帝大へ年に二度ずつ京都はね、一週間ぐらいずつ、その自分に、書生で、京都帝大の制度で取ったのは、その持参たちが、その出世制、出世制、そんな学問一つは出世ができるのと違うか、出世のことばっかり。いや、人生っていうのは、人間出世街道を大急ぎで行くものと、出世街道を大急ぎで行かん風流なものとあるね。出世街道を大急ぎで行くやつは、わしは用意んじゃ、誰でも用意、行儀を人間見とるからね。高等学校も、八校も行きよったし、六校も行きよったし、七校も行きよったし、五校も行きよったし、佐賀の高等学校も行きよったし、高等学校も二校も行きよったし、だから冗談知ってるもんね。その中で出世街道を大急ぎで行くのは、今、大事になったりね。大義士でも風流なんで、何遍か落っこちたり、また大義士に出たりする、なぜ脱出したのもある。風流たんもある。これは出世街道ばっかり急いでるやつは、ちょっと風流じゃない。味がないわ。私はよう、ここでは言うんじゃが、最低限の昔の内務省でね、公文の試験が通ったら、あとはもう勉強せんねん。みんな勉強せんと、酒飲むね。酒飲む社交をやっとる。それでぬらりくらいやっとる。あんな奴がその大事にしてんだから、それはもう、あり、一作りなんて言って、それは作れるもんじゃねえ。そんなざっといくもんじゃねえ。自分がやるこっちゃ。正岡が好きなね、行が万禄とか、行は煽り気やね。私は松山の上を行くから、まだおかしい、のものだいぶ読んだがね、その行が万禄っていうのは特に、死ぬまでの3年ぐらいの日記ですから。それに書いてあるのに、東京へ出るときには太政大臣になりたいと思っていた。けれども、文学の道も好きな方だから、文学の方に走ったと。けれども、一昨年までは、太政大臣が偉いし、村長や役場の小遣いではつまらんと思うてこった。ところが、去年からとあって、来年死ぬ去年じゃ、死ぬ足上げ3年前から、大臣でも、村長でも、小遣いでも、本当に自己を知ったら同じ目打ちなもんじゃということを悟ったとか言える。
小声も出しますがね、愛媛県の県庁の小遣いさんがね、私が松山へ行くと、その会長を一人、私みたいな会長せんと、誰ぞ、もちっと、偉い人をしてくれた。いやいや、意外意外。知事を会長にしたら、知事の顔を眺めてくる偽物が、あんたが会長だから偽物は来んじゃ、来たいものだけ来るんだから、それがいいんじゃ。これもなかなか面白いでしょ。で、ところが人間は、どこやらで錯覚を起こす。どこやらで偉いと偉くないっていうのは錯覚を起こす。それは、まあ、錯覚を例えてくれ。私は、熊本にないと思ったから、大牟田の炭鉱の底へ入ったことある。炭鉱の底へ深いとこへ、ガチャってやるとね、ここにベッドをつけて、防水風の着物を着て、長靴借りて、ガチャってやると、こう入るのは、しまいに入ってるか入ってるかわからんもんね。うん。というか、しばらくすると、こう、役物をしない気がする。さてな、役物をするぞと、そうじゃねえんや。速度が緩むって言うと、今までの急速度で入ってたのが、差し引っ感上、その釣りだけがこう、上がるような気がする。いや、世の中はみんなこの通りだ。いや、何でもやね。みんなこの通りで、錯覚で一生暮らしてる。それがために宗教というものがいる。宗教というものは、手っ取り早を言えば私は打ち方やめってことだ。人生の打ち方やめ。あるいは、激戦やっとる間はわからんですよ。打ち方やめ。まあ、今の若い間に打ち方やめって面白いもんね。昔のほら、打ち方やめって言うや、学校でも演習やったから。作業につかがれー、バイ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 、見せたやべーと。打ち方やべーの世界から人生見直してみる。見直してみるって言うと、この錯覚がない。どっかりするとね、大真面目でどしぐしやっとるね。お真面目でどし打ちやっとるんだからたまらんじゃん。お経の中に、本生団っていうのがあるが、お釈迦様の、前の章のずっと前の章にこういうことがあったっていう。その中に、宝物を降らす実を知っておる先生をおて。それが、おんくしゃ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 、うらってやると、宝物が降るんじゃ。そいで弟子一人連れて旅した。旅したところが、峠を越えんだ。峠を越えて、山道に入るというと、山賊が、500人組の山賊に、そうしてその宝物を降らす先生を捕虜にして、そうしてその弟子に3000両金持ってこい。金持ってこい、殺しちゃう。それかば、
その弟子がイライラしているから、どうぞまあ、先生の祈りの時は、お願いもします。こうして、その弟子は帰る。その先生は、山賊の、作った仮の牢屋、縄でくくってある現状があるじゃないですか。そこでクソを垂れ流し、手を洗うとこがあるじゃないですか。それでまあ、毎日毎日新規臭い。山賊の握り飯の残りも出てきます。はぁ、これはまあ新規臭いな。なんとして、これは早う、車とか出たいもんじゃ。よし、俺は宝物を降らす地図をして。宝物さえ降らしたら、俺は無罪方面になってやる。そこで老板に、わしはな、実はな、宝物を降らす地図をして。あんたたちも宝物さえやったら、まあ、三族戦でかかるで、わしは一つ外へ出して、体を清めて、祭壇を築いて、宝物を掘らせてくれ。それが親方に言ったところが、いや、嘘はほんまほんまやらしてみろ。そうするって言うと、外へ出て、おっ、シャク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 シ宝物がプル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 って、そこの足の庭いっぱいになった。さあ、そこで、山賊の長文が喜んで、いやいや、者の、こんにちはに山賊は、やる。宝物生活をする。宝物生活をするから、その宝物を降らす奴を厳重に捕まえてくれ。まだ亡くなってるわけではないね。こんばんは、商売がいい。山賊から宝物生活に商売がいだから、大演誘会をできるんだけ腕を振るってごちそうせる。それぐらい、できるだけ飲んで、愉快にこんばんは飲める。それなら、まあ、そうな、ごちそうを持ってくる、酒を運ぶ、どんどん飲む、どうせ山賊だから悪者ばかり。喧嘩するやつもおる、ひとするやつもおる、泣くやつもおる、笑うやつもおる、踊るやつもおる。飲んで飲んで飲みたくって、みんな、べーっと寝てしまう。それで済んだら、あんまり面白ないんだけども、そこにまだ、他に、馬に乗った山賊が、500人。が、石膏に来た3人。みんなヘドついて寝とるかい。さあ、今のうちやってね、ちゃーっと報告するって言うと、まあ、また、山賊が500、バカ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 、馬蹄に出る、突っ殺す、刺し殺す。みんな殺してみた。さあ、みんな殺してみようで、さあ、それから、宝物を分配してみた。さあ、これをどう分けるか。これは、親方に半分差し上げて、あとは頭回り。みんなもどうか。我々三人の石膏で見つけたんだから、我々が半分くれて、あとは勝手にしてくれ。そんなこと言うか。泥棒の分け前に、そう、等級がつくもんじゃない。みんな平均に分け分け。それでまあ悪もんばっかりやからさあ、気の早いやつ、刀抜いた。刀抜くと向こうは抜くとこっちも抜くわなら、それでは、ちゃんちゃんパラパラ切るようで、さっぺり殺してもらう。
皆死んだ。その中に一番の新米の、まだ昨日、今日、山賊の仲間に入っただけで、分け前くれっていう資格もない奴が二人おった。喧嘩がおっ始まったから、死人の、またくらい首突っ込んで、一昼夜くらい、こう、意欲も要せずに生きとった。が、その、振り上げると、向こうの方にも来る。それがまあ、よりようで、いやいや、恐ろしかったよ。血が飛んできたんで、俺はもう、死人の中で踏みつくんで、行きとった。で、我慢二人がこう、寄り寄ってきて、仲良しはもう、二人が半分ずつ、もう、これ、運が無くて、もう飲まんで、あれだがみんな死んでくれたんで、これ、みんな、俺が半分ずつ、さあ、仲良しは、ああ、気が緩んで、これ、おお、どれくらい飯も食わんと、大騒動。さあ、何ぞ食いもらえんだ。さあ、宝物をほっとこうぜ、行くんだよ。じゃんけんで買ったものがここでバンしてると。負けたものが、ごちそうを作ってくると。そこでまあ、一人が、じゃんけん、パッてやると買ったのが負けられる。負けたものが、酒坂のにごちそうを作りに行った。これが人間の頭ではね、妄想分別っていうのがね、そのまま行けば二人が運が向いたんだよ。これは待てよ、待てよ。ここでありぎりの知恵をだよ。ありぎりの知恵を出すと、あれがみんな、俺のもんだ。そこで刀を抜いて番しとるやつが、あいつが戻ってきたら、こう抜いとる刀を向こう向けてスパッと切ってる。よーし、そうまあ、安心が定まったらよしやと。ごちそうを作りに行ったやつも、この頭は丸いけど、こんな感じ、みなみなしとるもんな。待てよ、待てよ、待て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 。ここで知恵を出すと、俺はみんな俺のもんになる。それにはこの頃流行りもんの生産カリってやつがある。あいつも、うなぎのかば焼きの裏もペタペタペタ、寿司にもペタペタ、酒にもちょくちょくと。そうするとあいつが、そこで、ぎゅっとやりよる。死んでしまう。そうすると締めたわ。ここでまあそう、自分と自分で相談して決まったら安心。そこでまあ、大きな酒やら、魚やら、飯やら、どっこいシャトーのさ、どこそこと。それで締めたわ。まあ、これで、今日はそんなこと思ってるしかないね。どこ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 。こうして、宝物を振らす先生までを、この馬に乗ってきたやつが殺しちゃった。で、ちょうど、1001人が、皆死んでしまった。人間ってね、仲良くして、暮らせばいいものを、後に残った二人だと、仲良くすれば、いいものを皆殺し。そこへ3000両の金をこじらえて、先生の身請けに来た。そうすると見渡す限り死んでる。これまで何ということだと。これは、先生が宝物を振らさねえいいんだけど。
宝物を降らすもんだから、ここでその分け前で、え調子づいて、園遊会をやる。酔いつぶれておるところへ他の泥棒が見つけて、こいつを皆殺し、その中で二人残った。それが一人は晩しとる、一人はごちそうこしやい。それで、いよいよ次のです。ここで喜んで、そいつを、最後まで毒を飲んで死んでしまう。でこういう、俺はね、物語のような話だが、そこへ3000両の金作ってきた人が、これがどなたかというと、お釈迦様の前の章に、そんな偉い人が来た。それがためにね、村の者を呼び寄せて、その宝物を分配し、自分が山へ入って使用したっていう。そういう、ま、物語ですが、と、仏教というものは学問でもなし、いわゆるの知恵でもなし、先にも言ったように、人生の打ち方やね、この人生の打ち方やめの中から、こう人生を覗いてみる。金持ちでそれで芝居でもなし、大臣になってそれで芝居でもなし、どうなったらええということはない。どうならいでもええ、今のままで最大最上の、幸運を求めるのが、それが、つまり、仏教という宗教である。つまり言うと、のぼせを下げることである。貧乏してものぼせる、金儲けてものぼせる、出世してものぼせる。え？のぼせとるところへ、もっとのぼせようと思ってたけど、もっとのぼせ。だんだん、のぼせが増してくる。で、長生きしたらいいのでもない。早死んだらいいのではない。このままで、今日一日が永遠の幸福を、それは、15日以前は問わず、15日以後は問わず、一日くれこうです。私が16の時に、越前におった。手書きも済んだ。盆も済んだ。新人さんの祭りも済んだ。私は新米坊主で晩水くめって言われたり、雑巾がけしたり、晩を歩いたり、追いつかわれておった。今日はもう休んでもよいと。こういうことになる。飯炊きのばあさんが平屋晩を、片付けておる。私は、そんな方で、子供の時から、遊んだことがない。遊ぶことは知らん。そこで、永平で座禅もなろうと言ったから、こういう時に一つ座禅もしてやる。奥の座敷があって、こう座禅して。とめしたきのばあさん、ハッチ坊主こめこぼしたように、ナムキウブツ、ナムキウオーダラ、ナムアミダブツたら、カンジーザイ、ボーサタラ、リュウで、ワオも片付けに来た。ふすま開けたら薄暗い部屋で私で座禅やった。これを、仏さんより丁寧に拝んだね。いつもわしをボイスカウボイ。ナムキウブツ、ナムキウブツ。何しゃべるんだ。これが私の一生を支配。座禅が何とはまだ学問もないから知らんけれど。
あのババはいつもわしを覚えつかうのに、今日に限って座禅しとると仏じゃないこと言えんねん。これは何でもなんぞやと思って。何はさておいても、一生は座禅するもんです。これは、念仏もそうですよ。私が提灯張り替え自分に、何万何万万だ、購入で、後ろから若いおかみさんが、念仏の声を、追っかけて、見失礼してくれすぎ。それはね、山道で怖いもんだから。あれが、エロ歌でも歌ったんなら、ちょっと寄り付けばね、念仏も押してるもんだから、親しんで、見失礼してくれすぎ。念仏にせよ、座禅にせよ。みんなこれ、自分ばっかりじゃない。人まで伸ばせなさ。伸ばせなさげれば間違いはない。伸ばせの下がったところから人生を大で振って、進むんです。まあ、お話はこれだけです。85歳。沢木公道を説明。沢木公は、沢木公は起きる。